加藤漢字加藤漢字から1939年2月9日は、明治、大正、昭和期の日本の海軍軍人、海軍大将。福井県福井市出身。元福井藩士、海軍大尉、加藤直方の長男。息子、康次は、陸軍大将、武藤信義の養子。攻撃者を経て、1891年に、海軍兵学校18期首席卒業。 法術練習所学生、戦艦、富士海校委員、文隊長、通報官、立田公会長などの役目を果たして、ロシア駐在となった。この時、同地にいた、広瀬武夫と親しくしていた、海軍部内切手のロシア通りと呼ばれる存在であった。1904年3月、戦艦、三笠法術長として、日露戦争に参加し、 それまでの各砲塔単独による射撃を、鐘楼上の弾着観測員からの報告に基づいて、法術庁が統制する方式に改め、遠距離砲戦における命中率向上に貢献した。戦争後半の1905年2月に、海軍省副官権解消秘書官として勤務した。戦後、1907年1月から8月まで、 伏見宮さだなる新能に随行し、イギリスに出張し、総合巡洋艦、浅間、筑波副長を歴任。1909年、中英大使館付部官。1911年、海軍兵学校共闘。第一次世界大戦中、南医師隊の指揮官として、イギリス海軍と共同して、ドイツ艦船の警戒に任じた。この時の指揮統率は見事であったという。 1920年6月に海軍大学校校長を務めた。1919年7月から翌年6月にかけて、加藤は視察団の団長として、ドイツを含むヨーロッパ諸国に派遣された。ティルピッツ提督やベンケ提督らのドイツ海軍首脳には、ベルサイユ条約で厳しく制限された、ドイツの将来の発展のために、その技術力を海外で温存。 発展させようという意図があり、ドイツ海軍の行為のもとに視察を終えた加藤は、ドイツの技術力を高く評価する午前報告を行った。1921年、加藤は主席随員としてワシントン会議に赴く途中、再びドイツにティルピッツ帝徳を訪れ、将来の日独両海軍の相互協力関係強化を働きかけた。ワシントン会議には、 主席随員として赴くが、ワシントン海軍軍縮条約反対派であったため、条約賛成派の主席全権、加藤智三郎と激しく対立する。しかし、ワシントン軍縮条約後の人員整理で、ワンマン大臣と呼ばれた加藤智三郎が、加藤幹事を予備役に入れず、逆に、軍令部次長に据えたことなどから、加藤智三郎は、加藤幹事を、 後継者の一人と考えていた可能性さえあり、両家党の間に決定的な対立は存在しなかったという見方もある。1926年12月から1928年12月まで、連合艦隊司令長官権第一、艦隊司令長官、その間、1927年4月1日に海軍大将に昇進している。東郷平八郎の訓練に、 制限なしという言葉をモットーにも訓練を行う。しかし、1927年に、三本の赤事件で、巡職119名を出しサモン委員会でサモンに、付されるが責任問題は退りけられる。1929年1月、鈴木勘太郎が急遽自重町に転じた後を襲って、海軍軍令部長に、親保された。 ロンドン海軍軍縮条約批准時にも、巡洋艦隊米7割を強行に主張し、反対、首相、浜口祐子、海消宝部兵と対立。これが、東水県艦板問題に発展し、1930年6月の条約批准後、医薬上層市軍令部長を辞任。岡田圭介ら条約派に対し、伏見宮弘康を末次信正らと共に、 艦隊派の中心人物となった。晩年、原水府に列しようとする話が持ち上がったが、条約派の反対でさたやみになった。1935年11月2日、神戸役。1939年2月9日、脳出血により死去。対米強硬派であったが、最晩年には、米へとの交戦を避ける心境に近づいていたと言われる。ありがとうございます。